はい、えー、こんにちは。LA の笹谷です。えっ、ー、と、また、あの、おおプロログ関係の、えー、お話し続報です。えっ、ー、とね、昨日嬉しいことがありましてね、えっ、ー、と、プルリクエストをいただきました。あこの方ですね。えーん、お名前何とおっしゃるかな。えーえー、ここに書いてある Hello, Ken1。My name is Neil, and I'm an expansive prog programmer. プログラマーあのプログのこう経験あり,ありの方のようです。 であの非常にあ,のありがたいことにです、ねえー、と改善をコードをいただきまして、えー、私があんまり得意でないそのメイクファイルの作り方とかジットも私、まだに本当によく分かってないんですけれども、えー、そこでその、えー、不要なファイルをジットと送らなるための仕組みを作ってくださいまして早速ありがたく、えー、プロリクエストを回ーさせていただきました、えー、ありがとうございましたお、えー、名前がネイ,ネイルさん ネイルさん。うん、ニックネームはダ・ダ・プードルさんですかね。ネイルさんっていう方、えー、です。ネイ,ネイル・ホスキンスさんってうんだね。ここに書いてありますね。はい。えー、ありがとうございましたで。おかげでだいぶね、すっきりしましたんですけど、何がどうかと、あのメイクファイルですよ。えっ、ー、と、メイクファイルの、ん、どこいったこれか。 えー、もう前はね、随分ゴシごしごししたんですけれどもあ、こんな簡単に書けるんですね。えっ、ー、と、これだってありがたいんですよ、あの、なんですか、えっ、ーえー、と、デバがカ書けるときにあの、オプション書けたりとか、プロファイラーつけるときに、またオプションを、えー、今書けるときはです、ね、みんな、各、各柔軟行、みんなそのオプション書いたりとかっていう、アホなことやったんですけど、おかげさまで。 あのここにあれですね、フラグのところに書き込めばいいもんですから、えー、助かりますね、ありがとうございました。だいぶ開発ははかどるかと思います。それからあとはですね、昨日ね、思いついて、スピードアップなんとかしたいなとずっと考えたんですよ。前のあのオープログに比べてね、インタープリターで40%ぐらい遅くなってるもんですから、おかしいなぁと。 あのかなり高度は改善して、えー、単純化したはずだったんですけれども、えー、にもかかわらず回答遅くなってるいのが不思議でしよねで検討つけたのはあのスパゲッティ、えー、スタックじゃないかなと思ってるんですっていうのはあのこれはのプルーブ、えー、心臓部ですねのーコードなんですけれどもえっ、ー、とプラグっていうのはあの えー、常に継続を持ち回ってますとあのこの証明終わったら次の証明それを終わったら次の証明っていうふうになってましてその、うん、証明列というのをですねこのプルーブの、えー、ここの必須イントレストっていうところに、えー、保持していますこれはの、えー、セルをつないだあの形式になっていましてでそれをその証明が増えるためにですねあのすべきものを、えー、どんどんそのレストっていうところに、えー、つなげていく。 まあ、いわゆるス,スパゲッティスタック、トレイルスタックみたいな感じなんですけども、えー、スパゲッティスタック、セルを使ったものになっています、えー。これによってアクセスが遅くなったのかなと検討をつけましたよね。それで、えー、その接続する仕組みに問題があるんじゃないかということで、ちょっと手を入れてたんですよ。えー、どこ行ったっけな、と、あ,あ,あ,あ、ここだ。 えっとその2つのスパゲッティトレイルをですね接続をするのに現在のところあの副作用を与えないようにこう、えー、いちいち、あのー、セルを使いながら、えー、と接続すべき、あのー、コードを複製しながらやっていますこれはあの手まくってんじゃないかなと思ってでこれ今コメントアウトしてますけれども。あのー 副作用を使って、えー、直接にあの上書きしてしまうというコードをやってみたんですけども、えー、どうもうまくいかないんですよね。あのまあ、イメージ的にあれです。あのリスポをご存知の方であればあのアペンドです。アペンドはま通常あの副作用を起こさないためにですね、あのセルを消費しつつあの複製を作るんですけれども、直接にあの、えー、お尻のところのセルのところを書き換えて強引にアペンドするっていうふうなのもあって。 えー、ス,スキームだとアペンドードッキリマークかなついてるやつがあのその副作用を伴うものです。えーあれですよリ,リスプだとセ,セ,ッ,トセットかな、えー、あスキームだとセットカーとかセットクダーとかねあの強引にそのセルを書き換えてしまうやつなんですけれどもその方がスピード上がるからと思ってやってみたんですけどもどうもうまくいかないんで ですねうん、おそらくトレるルスタックスパゲッティスタックですね、まあ、プログの場合はそっちゅうあのバックトラックを繰り返してるのものですからえっ、ー、とあちゃこちゃ言ってる間にやっぱりそのなんですか副作用なったやつだとなんか重複を起こしてるのかなというふうに予想してるんですけれども、えー、なんで今また戻しましてねその副作用ないタイプの、えー、効率は悪いんですけれどもつなげるというタイプの。 あもう少しまたんでかなというのを突き詰めたいと思っています。それから私、昨日間違えて言ってますね。あの存在しない、えっ、ー、とあ、存在しない、えー、とプレディケートを呼び出したときに、えー、警告にするというふうに言ってるんですけど、間違いです。あのエラーです。えっ、ー、と、例えば何もあの定いやないところで、ふう 1なんていうのは存在しないもんですから、えー、ユデステンスエラーですね、えー、エラーを起こしてレップに戻るようにしています。あのオリジナルのアリティプロログは、えー、存在しないものはノーを返すというふうな仕様だったと思うんですけれども、えー、今モダンなその ISO プロログはですね、えー、エラーを起こすんだというのがあのデフォルトになってますんで、えー、これに合わせるようにしております。 一応、アリティプロ,ログ互換を目指しつつも、えーと SI、ロロアンシプロアンシねいやあのア ISO プロ,ログの、えー、主だったものはあの、拡張エクステンションとしてあの入れてありますんで、あのブラッドコ先生の本だとかね、ヒロイさんの,、えー、あの入門、プログ入門のコードなんかは、えー、そのまま動くようにしたいなとお思ってます、えー。そのためには、まあ、あのよく使われる ISO プロ,ログ、定義されている コードは入れとかないきゃいけないかなというふうなことを考えていますまあ、そんなことであの、えー、いろいろ楽しんでおります、えー、もうちょっとなんとかねインタープリターのスピード上げられなかなということをね <laughs> 夜もね考えてますね夢の中に出てくるんですよえっとどうやったらスピード上げられるかなってね今朝もの夢の中でねあのさっきのスパゲッティコードを副作用ともなってつなげたらいいんじゃないかなというのを夢の中で出てきたもんですからね、えー、やってみたんですかあれ うん、ダメかみたいな感じですかね。あの楽しいもんですよ。えー、言語処理系ど,どこで無駄を削るのかあ、シンプルにするのか。シンプルにするとバグも少なくなりますし、スピードも上げやすくなります。えー、そんなことをね、あのこう考えているのが、えー、楽しいかななと思いますね。あのまあ、これ例えばいいかどうかわからないですけどね。あのジェット戦闘機っていうのはあの まあ、それの存在がいいのかどうかって、まあ、戦争道具ですからいいのかどうかってありますけれどもあのフォルムは、ね、本当に惚れ惚れするようなフォルムだと思うんですねその機能を追求して、えー、早くなきゃいけないしと、えー、いうふうな機能を追求してた時に自然とその美し,しさが現れてくる。 いうように思うんです。言語処理系っていうのもその言語仕様からそれから実装もそうなんですけれども、あの突き詰めてのシンプルにしていくと分かりやすいし高性能な処理系がやられるんじゃないかなっていうのが私の考えです。極力そのとこのプログ N プログに関してはそういったポリシーで開発を進めていきたいなというふうに考えております。はいそんなことでまたお会いしましょう。